毎週水曜日のこの時間は、玉木正幸のキャッチアップ、スポーツ文化評論家、玉木正幸さんです。玉木さん、おはようございます。はい,ますはい、おはようございます。えー、今日はもう最後ですからね。年内最後ですね。今,今年、えー、今年あったスポーツの話を次々とやろうかなと。えー、大谷選手のこととか、北口選手の金メダルとか、え、日本のサッカーのドイツに4対1で勝ったこととか。はいはい もういろいろありましたけれども、はい、全部なんか井上直也に持っていかれたような気がしまして。<laughs> 圧倒的な強さですね、やいや、10ラウンドでちょっと手こずったかなとは思いますけれども、うんうん、やっぱり強いですね。すね彼の強さっていうのは、あの、パウンド・フォー・パウンドっていうランキングが、ええ、あの、アメリカの有名なリングという雑誌とかでやっているんですけれども、ええ、要するに、あの、ヘビー級から一番下のモスキート級、ジュニアフライ級まで含めて、ええ 誰が一番強いかっていうのですね。はい。うこれ、まあ、かつてはマイク・タイソンとかね、うんもういろんな人が選ばれたんですが、ええ、それに選ばれた初めての日本人ですからね。すごいですね。世界も見た。すごいですよ。昨日、そしてタバレスに10ラウンド KO で勝ちましたけれども、うんええ、まあ、26戦、26勝23 KO、23KO。はい。 これもすごいですけども。驚異の形容率ですよね。いや、まあ、あの、これね、すごく面白いのは、これ、しょ今日ちょっと紹介したいんですけど、はい、怪物に会った日という、こういう本が出たんですね。怪物に出会った日。出会った日。はい、はい。これは、あの、東京新聞の森愛正則さんというボクシング記者の方が書かれた、えー、ものなんですけれども、えーえー、井上直哉と戦うということ、はい、という、あの、 副題がついててまし井上尚弥と戦って負けた人ばっかり、十何人かにインタビューしてやってるんですか、ね。それでメキシコまで行って、あるいはアルゼンチンまで行って、外国人選手の方にもたあのインタビューしてるし、それなら井上尚弥と一番多く、えー、スパーリングをやったスパーリングパートナー。 ははい、はいこの人にもインタビューしてるんですね、えー、この本は本当に素晴らしい本で、えーえー、ノンフィクションとして、決してスポーツノンフィクションだけではなくって、えー、ノンフィクションとして超一流の面白さ、<ー>これ、私、書評を書きましたけれども、今年一番の本じゃないかなというふうに思うぐらいの本ですね。ただ、これ、何が面白いすごいかっていうと、<ー>要するにボクシングのことがものすごく詳しく書かれてるんですね。 ボクシングのことがすごく詳しく書かれていると、そこから人生が見えてくるという、う別に決してそのボクサーの恋人の話とかね、うんうん、ボクサーの家族の話とか、出身の話とかね、そんなことはもうちらっと触れているだけなのに、リングの上の戦いを書いていると、こう人間が見えてくるという、う要するにあの人生の中にボクシングがあるんではなくって。 ボクシングの中に人生があるんだっていうことがすごくよくわかる本ですね。これは本当素晴らしいんですけど、そこでこの負けた人が言って井上の強さ、いろいろ言ってるんですけどね、ボディを打たれたら交通事故に遭ったかと思ったとかね。それからあフックのパンチを受けたら、まるで野球の高級で殴られたような気がしたとかね。 すごすごこ,のこの強さは何だろうというのをみんながね、こうあ呆れてるんですよ。負けた,<ー>負けた選手たちが。うん、で、それですごく面白いのは、この森江さんが書いてる結論が、その負けた人がみんなそれを語るんですね。えー、その、こんなに素晴らしい瞬間だったと。負けた瞬間が。はい。自分が負けた瞬間がね。が<ー>で素晴らしい。それで素晴らしいチャンピオンというのは、拳を交えることによって、 えええー、相手にリスペクトを与ええー、そこから相手をに恩恵をもたらす。 相手に喜びをもたらすのが最高のチャンピオンだと。<ー>要するに殴り合ってはいるんですけれども、相手がそれで充実感とか、もうすごい恩恵を得たという感じになるんですね。しかも負けてですよね。<laughs> そうです、そうです。もう打ちのめされてです。ほとんどの人は慶応ですね。で、まあ、まあ、なかなか。 あの、この人の表現は今までのいろんなボクシングの表現の中で私が初めて出会った表現でしたね。やっぱりチャンピオンの凄さっていうのを、それから、それから、これはまた挑戦者の凄さでもあるんですけれどもね。<ー>だから昨日あの負けたタバレス選手もですね、はい、あの速さには全くついていけなかったっていうコメント出してるんですね。んさんのコメントですよね。 やっぱりもうなんというかこう次元が違うというかそういうところに行ったということで、えー。 まあ最後に妙なまとめ方するならば、今年は大谷に始まって、井上に終わったのかななんていう感じも、ちょっとするような感じだったんですが、一つ残念なのは、マスメディアの中であまり語られないということですよね。要するに特定のテレビ、テレビというか映像中継とかですね。 えーまあ、そういうところでやっても、今は若い人なんかは全然も問題ないんでしょうけれども、えー、あの、日本、日本の全体のい、なんとかい、こう、ブームとは言いたくないですね。全体のヒーローになかなかなってないんじゃ,じゃないかと、いうことが非常に難しいですね。やっぱりもっと騒がれてもいい選手ですけれども、えー、いやー、騒ぐのがいいことかな、どうかなということも、<laughs> 思うので <laughs>、これ、どう思われますか、うん、<laughs> いや、でも、まあ、大谷選手はもう本当にヒーローとして騒がれているのに対して、やっぱり井上選手は、そこから考えると露出は、大谷選手はやっぱ少ないなという印象ありますねうそうですね、井今、えー、露出と言われましたよね、私も露出のことをかあの言ってるんですけれども。 露出していいものかどうかっていう問題もあるんでね。<ー>実際露出をたくさんしたからといって、井上の強さが変わるわけではないわけですね。確かにね、そうですね。ですからね、この本の中でも、あの、この日本の,あのコミッショナーの方が語っているんですけれども、ええ、今まであの、いろいろテレビに出て騒がれて、面白いボクサーだと、うん、素敵なボクサーだと言われた人はたくさんいたけれども、ええ 本当に強いと言われた選手が初めて出てきたと。ほお<ー>。要するに強さだけで評価されていると。うん。で、ボクシングとはあまり縁のない女の女性のファンも全部井上は強いと。うん。うん、強さに魅力を感じていると。うん。それが先ほど言いました、この本に書かれている怪物に出会った人というのに書かれているボクシングの中に人生があるという。うんそ。それが、 こうなんとかはか、初めてのボクサーが出てきたのかなという感じもしましたね<ー>また来年以降も、このスーパーバンタム級でチャレンジしていくみたいですね、はい、そうですね、ねこれこれであの2階級全、全 4, 4団体統一という、世界で2人目の偉業を、うん、まあやったわけですから、はい、さて次はどうなるのか、ね、ということで、今、30歳ですよね。うん でこの本に面白いのは、あの負けた、えー、アルゼンチンのチャンピオンの息子がやりたいと言ってるんですね。はいえー、やっぱりそういうふうにして、ボクシングっていうのは続いていくのかなっていう感じもしました、うんうん、なるほど。しかし、まあ、<で>世界で活躍する日本人選手がね、こうやって話題を届けてくれるのは嬉しいですね,ですね最後に一言、はい、ボックスってどういう意味ですか 試合前に言いますよね。<laughs> ボックスってこう言いますよね。<laughs> はい。む、向かい合う。違う。あれは、殴り合うという意味です。あ、殴り合う、ね。そのものなんですね。 えっと、英和辞典を読んでボックスって書いたら、箱の次に殴るってちゃんと出てますんで。ああの、別に箱の上でやってるからボクシングではなくて、ボックスし合ってるからボクシングなので。なるほど、なるほど。豆知識を一つ、どうぞ。来年もぜひ、はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よ年お迎えください。今年ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 この時間はスポーツ文化評論家玉木正幸さんでした。HKT48 の柳瀬レイヤーです。r k b ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地浜ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで桃地浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。